どうも、ゼロワンレーシング代表の小林慎之介です。昨日のゼロワンレーシングのロゴについての配信で、カンタさん、そして杉井さん、投げ銭本当にありがとうございます。今後のゼロワンレーシングのね、活動に、役立てていきたいと思います。本当に応援ありがとうございます。さあ今日私はですね、菅平に、長野県の国体合宿で行ってきました。やっぱりね、抜群にバーンが安定してますよね。久々にあんなバーン、いいバーンで滑ったなっていう感じですね。でまあ本当に菅平高原っていうのはね、基本的にはまあ技術戦だったりとか、まあ大松地区はまあほとんどがそのレーシングをやられてる方が多くて、でまあそこに久々にね、本当に2年ぶりか 3年ぶりぐらいにちょっと行ったんですけども、まあゼロワンの YouTube をねすごく見てますとか、あるいはメンバーに入っていただいてる方もすごく多かったですね。本当にお声掛けいただいてありがとうございます。なんかね、こんなところまでやっぱりしっかりと届いてるんだなっていう感触で、まあそれぞれがやっぱり少しでもね向上しようっていうその気持ちを持って、まあ何かにねこう挑戦、目標に向かって挑戦にしてるっていう姿がもうすごく頼もしかったし、で僕もねやっぱりその姿を見て、あ、負けられないなっていうふうに思いました。まあね、中でもねちょっと心を打ったのが、まあある方に話しかけていただいて、まあその方は実は僕もスキーをやめようと思ってたんですっていうふうに言ってくれたんですよ。でそのね、やめようと思った、自分のその気持ちにねストップをかけたのは、まあ、慎之介さんの、まあ、YouTube でしたってことで、なんかそれが結構今日心に残ってですね、まあ、なんでやめようと思ったんですかみたいな話を、まあ、ちょっとお聞きしたいんです、お聞きしたんですけども、やっぱり結果が、まあ、出ない、どんなにやってもその自分が向上しないっていうことをやっぱり切実に感じていた。もう本当に一番の理由はそこなんですよね。これやっぱすごい大事なことで、これはスポーツ、まあ、好きに限らずスポーツ、あるいはもう、まあ、勉強でもね仕事でも何でもそうだと思うんですけど、やっぱりその指導者も、全ての指導者がこうであってほしいなっていう、そして僕もまだまだそういう風になっていかなきゃいけないっていうのは成功体験なんですよね。成功体験を相手に与えてあげること、そのコーチが言ったことで本当に1ミリでも前に進んでる実感があるかないかってものすごくやっぱ重要なんですよ。その人の人生を左右するぐらい重要なんですよ。で自分がやっぱりそうだったから、いや本当に結果が出なくて、で結果が出ない以上に自分が一番やっぱしんどいなと思ったのは、その自分がやってることが正しいかわからないっていう、何をやったらいいかわからないっていう、この時が一番苦しいんですよ、プレイヤーって。だからやっぱりそのやんなきゃいけないことを見つける作業に、そこでやっぱりずっとこう時間を割かなきゃいけない。でもそのために指導者っているじゃないですか、ヒントを与えるために。だからやっぱり僕のまあ指導者の原点はそこなんですよね。だその方が僕に言ってくれたのは、本当に誰よりもわからない人の気持ちが分かってくれるコーチだと思いますっていうふうに言っていただいて、まあ、僕自身がそういう人間だったんでものすごくよくわかるんですよね。だからなんかね、本当に届けたい人に届いているなっていう実感が、まあ、今回の菅平合宿で本当にこう実感したとこですね。なんかそのやっぱりそういったことで、人一人の人生が大きく変わる可能性っていうのは指導者っていうのはやっぱ持ってるんですよ。本当に僕らね、空気を売ってるような仕事なんで、何もその結果に現れなくてもうクレームにならないですよね、多くは。だからそこの、そうだな、努力してできなかったその選手が悪いみたいな風にやっぱりその思われがちなんですよ。なんかこのね、こう製造業じゃないんで作ったものが壊れてしまって返品ですよってことがほぼ発生しない業界なので、やっぱりこのなんていうのね、そのまあまあ、レーシングだったりとか、まあ、技術戦も全てそうですけど、まあ、このスキー界隈ではやっぱ指導者って仕事って本当に様々なやっぱりその見方ができてしまう。
でそんな中で、まあ、僕がね、まあ、なんでこうやってオンラインで始めたかっていうのは、まあ、本当にそこなんですよ。やっぱり僕みたいなね、その苦しんでやっぱりいる人、本当に上手くなりたいんだけども上手くなれなくてどうしたらいいんだって悩んでる人がほとんど大半じゃないですか。やっぱりいつも言ってるよね、あの本当に 99.9% のプレイヤーの夢は叶わない世界なんで。だけどもそれはまあその例えば日本一とか世界一を目指した場合で、それぞれやっぱりその一個人に置き換えてみると、まあスキーっていうのはね、やっぱり日々っていうか一本一本上級が違うんで、その何秒、陸上のようにじゃあ僕は何秒台を目指しますっていう、そういったなんかこう目に見えた数値を目標にするのは難しいんですけど、やっぱりその外足に踏める踏めない問題っていうのはついてもあるんですよね。それは自分が、あの自分というか本人が一番わかるわけですよ。だからやっぱりそのいい感覚っていうのはどんな人でもわかるんですよ。いい感覚がそのうまくいった時っていうのは、でその悪い感覚もわかるんですよ。でも問題は何が悪いのかわかんない、そして何が良くて今向上したのかもわからないっていうのもまた一つ問題なんですよね。だからやっぱりそれをちゃんと目に見えた形で見せてあげて、で、昨日よりも今日だし、今日よりも明日だしね、なんかそういったことで、しっかりとスキーが踏めるようになった、切れるようになった、怖いと思わなくなった、今までその負けていた人に勝てるようになった、もうやっぱりこういうことがすごくやっぱ重要で、これが成功体験なんですよね。それがあれば人っていうのはどんどんそこにやっぱり執着していくんですよ、のめり込んでいく。やっぱりこれがすごく重要だと僕は思ってます。まあ、とにかくやっぱりそういったことで、今回のね、菅平合宿は、まあ、多くの方にお会いできて、まあ、本当に楽しい、合宿でしたね。で、まあ、一方ね、僕の調子の方はどうかっていうとですね、まあ、そうですね、ちゃんと硬いバーンで、そうだな、硬いバーンで練習らしい練習ができたっていうのは、まあそうだな、まあ長野県のね、合宿なんで、まあ大学生も含めて、まあ、一流ね、選手たちが集まってね、まあ、その中で練習ができたっていうのは結構本当に久々かなと思います。で、まあ、そんな中でやっぱり最初はねうまくいかなかったっす。で、まあ、ずっと忙しくてね、新しいブーツがね届いていたんですけども、それ履くことができなくて、いろんな調整がやっぱり必要なの で調整してる暇がなかったんですね。だから予選からずっと僕はねボロボロのもう本当にぶっ壊れたようなバックルがついている、2シーズン目、いや下手すら3シーズン目だから、サマーゲレンデでも使ってたようなブーツなんで、それで出て国体予選まで出てたんですけど、今日やっとね新しいブーツにちょっと手を伸ばすことができて、でやっぱりねマテリアルもすごく調整が最初難しかったですね。まあ今日は早朝から始まったんですけど、とにかくねアトミックって言ったアトミックっていうブーツはやっぱりすねを前に入れてなんぼみたいなところが結構あるんですよ。もうポジション前なんですよねアトミックって。まあ、なんかサーフィンでなんかサーファーがこう後ろから来る波に押されて進むような、なんかあんな感じでいなきゃいけないんですけど、ブーツがなんせ起こされていて足首が入んなかったんですね。で足首が入んなくてすねが起こされると上体も全部起きちゃうんですよ。だから谷側にその落下ができないですね体の。だからまあ早朝練習が終わって帰ってきてブーツにちょっといろんな加工をして、でまあいろんなメモリーもちょっと合わせて、ブーツが前に入るようにした状態で、まあ、次臨んでたら、まあ、だんだんタイムも速くなったし、まあ、今日は琴美コーチが来てくれて、まあ、琴美コーチがこれがまたすごいんですよ。いろんなアドバイスを言ってくれるんですけど、まあ彼女が言うことを、なんかやってるとどんどんタイムが出てきて、で、まあ、最終的には今日も自分がラップだったんじゃないかな、まあ、ほぼ同じぐらいのタイムだったんですけど、多分一番早いタイムが出たんじゃないかなと思います。まあ調子の方は、ね、上々ですね。ただまだまだね一旦目から最後まで全て完璧に滑るってことはできてないし、まあなんか調整が必要、まあでも今はこんな状況でいいんじゃないかなと思いますね。まだまだ試せる時間があるんで、まあ、今日から、今日は終わったとして明日からまあ3日間、午前長野でね練習する時間があって、でまあ、岩手のアピに、移動するって感じですね。まあまあ、こんなところで少しずつ試したいことを試してね、まあ、今はまだ、一本化する必要はないんじゃないかなとイメージをね思ってます。はい、じゃあ皆さん、また本当に
この先ね、まあアッピーに行って様々な方に会うのが本当に楽しみですね。僕はそれぞれの、ね、目標に向かって、まあゼロワンレーシングの YouTube をね見てくださったりとか、あるいはメンバーシップに入られている方とかね、たくさんいらっしゃって、本当になんか感謝するし、まあこういった活動を始めてよかったなと思ってます。じゃあそれでは皆さん、一歩でも前に向上するために頑張っていきましょう。ゼロワンレーシング代表小林之介でした。じゃあまたね。Thank you.